回はワンピースに登場する神になっちゃった男ことウソップがガチで船降り路になりかけているということで見ていきたいと思います。今や四皇の一角にまで上り詰めた麦わらの一味、その麦わらの一味の狙撃手であり勇敢なる海の戦士でもあるウソップ、同じく四皇である赤髪海賊団の狙撃手であるヤソップを父に持つ大海賊の息子です。ですが本人は相当なビビリで自分でもそれを認めるシーンが多々あります。序盤によく発症していた島に入ってはいけない病もそのビビリ要素の一つです。そんなウソップですが、ほとんど喧嘩のないチームワーク抜群の麦わらの一味の中で合体騒動を起こしたお騒がせ男でもあります。事の発端はグランドライン前半の航海のほとんどを支えてくれたゴーイングメリー号。このメリーはウソップが仲間になるのと同時にカヤから譲り受けたものですが、ウォーターセブン時点で次の島まで行けないほどのダメージを受けていました。それを受けてルフィは心を痛めながらも船の乗り換えの決断を下します。これまで船長ルフィのどんな無理な要望にも応え、様々な困難を乗り越えてきた一味ですが、今回はただ一人ウソップだけが猛反発。ビビリな性格に似合わず聴覚上のルフィに決闘を挑むほど。そしてその際ルフィはウソップに今すぐこの船から降りろと言いかけてしまいます。実際は言い切る前にサンジから切り飛ばされますが、ウソップはルフィの言いたいことを悟って自ら船を降りると宣言します。その後エニエスロビーでなんやかんやがあり、最終的にはウソップの涙の土下座により一味全員が納得した形で一味に戻り、ウソップは再び仲間として後悔を共にしています。その後もウソップがいなければ積んでいたという場面が多数あり、あの時ウソップが戻っていなければ確実に麦わらの一味は新世界にすら入れていないでしょう。こうして一度は船を降りかけたウソップは一味に絶対に必要な重要人物になったかと思われましたが、最近はぱったり活躍がなくなり本当に船降りろ状態に。そんなウソップのこれまでの活躍を一度振り返っていきたいと思います。ウソップは狙撃手という役職でありながら手先も器用で波の武器プリマタクトを作成したり、フランキー加入以前は船の修理も一任していました。まずこれがなければウォーターセブンまでも来れていなかったのは確実です。また波もアラバスタでミスダブルフィンガーに串刺しにされ言っていたことでしょう。つまりウソップがいなければ船だけでなく優秀な航海士までも失っていた可能性が高いのです。さらに原作に描かれていないだけで船内の生活を便利にする様々な道具を作成していた可能性も高いです。そしてウソップは意外にも戦闘面での活躍も結構あります。アラバスタでのミスター4&ミスメリークリスマスペアから始まり、スリラーバークでのペローナ、魚人島でのダルマなど敵幹部を何度も倒しています。その中でも特に重要なのがペローナを倒したことです。能力の特性上、戦闘係のルフィ、ゾロ、サンジでも全く歯が立たない相手がペローナでした。しかし、ウソップがもともとネガティブだったために、麦わらの一味はスリラーバークで勝利することができたのです。このように、一味の危機を救ったウソップですが、もちろん新世界に入ってからも活躍しています。まず、パンクハザードでシーザーを回収して逃げるバッファローとベビーファイブを撃ち抜いたシーンは、これまでのウソップとは違う自信に満ち溢れたものを感じました。そして、ドレスローザでは今までで一番の輝きを見せ、ゴッドウソップと言われるほどの活躍を見せます。ルフィの求心力が素晴らしいのは周知の事実ですが、ドレスローザにおいてはウソップもコロシアムの戦士たちの心をつかみ味方につけています。さらに得意の嘘でトンタッタ族たちを鼓舞し戦力を拡大。これまでとは桁違いの大活躍です。さらにすごいのはシュガーを2度も気絶させ戦闘不能にしたこと。これがなければロビンはおもちゃにされたままできっとドフラミンゴを倒すこともできていなかったでしょう。しかも2度目の気絶の時には見聞色の覇気を開花させ、ルフィがシュガーによっておもちゃにされそうな危機を誰にも気づかずに助けるという、まさに援護の花道の男っぷりを見せました。ここでやっと大海賊の息子らしい才能の片鱗を見せ、多くの読者に期待を抱かせます。またこれは原作と関係ないですが、映画フィルムレッドでもウソップは大活躍。横浜の映画館ではウソップが無限に転がり続けるというバグで館内の笑いをかっさらう活躍をしますが、本編でもしっかり活躍しています。ルフィとシャンクスとの共闘はきっとウソップなしでは見れなかったことでしょう。
つまりウソップはフィルムレッドの影の MVP と言っても過言ではないのです。ここまでウソップの大活躍を振り返ってきましたが、ではなぜ現在は船降りろ状態になっているのでしょうか。その理由は単純で、ドレスローザ以降の活躍がほとんどないからです。ドレスローザを出航した一味はゾウホールケーキアイランドへと航海を進めますが、ゾウでは戦闘なし、ホールケーキアイランドへはついていかず、ワノ国潜入組に同行します。一方、この間他の一味は今まで活躍があまり描かれなかったブルックが大活躍し、ナミがビッグマムのゼウスを仲間にし大幅なレベルアップをしたりと、様々な活躍が描かれています。そしてワノ国に入ってからもウソップの活躍は微妙なものでした。まずワノ国編で久しぶりに登場した時は、ウソハチとして何の効能もないただの油をガマの油として傷が治るかのようなパフォーマンスにより売りさばくという詐欺師のような商売をしていました。その結果、安い絵が処刑された際、ウソップの嘘を信じていた男が安い絵の体にガマの油を塗りたくるという何とも言えない悲しいシーンが発生してしまいます。この時の男の心境を考えると、ウソップが悪魔に思えてしまいます。その後、鬼ヶ島決戦でもウソップの活躍はほとんど描かれていません。一味の中で比較的活躍の少ないフランキーは飛び六方の佐々木を倒したり、ブルックはナンバーズを含むまあまあの実力者を一撃で倒したり、チョッパーはクイーンのウイルスを撃退したりと、戦いの規模が大きかっただけにそれぞれに活躍が描かれています。さらに弱小トリオのナミですらすでに瀕死でしたが、飛び六方のウルティを倒すという快挙を成し遂げています。しかし肝心のウソップはというと、ウルティに頭蓋骨を粉々にされ惨敗。ページ1には必殺技をお見舞いしまくるも一向に倒すことができず、最後は急に出てきた最強のババアビッグマムがワンパンで倒し、いいところを全て持っていってしまう始末。その後はお玉の能力を使い、きびだんごで敵を寝返らせる作戦を援護するなど貢献していると言えばしていますが、そもそもお玉の能力に頼りきりでウソップでなければいけない仕事ではないですし、他のメンバーが幹部を倒していると考えるとかなり微妙な活躍です。活躍させるところがないから誰でもいいポジションで活躍させておけ感が否めません。鬼ヶ島決戦は今までで一番大きな戦いであり、久しぶりに一味全員が揃うという激アツ展開で、長い時間をかけ一味の活躍がまんべんなく描かれたのに、このウソップの結果はかなり微妙だと言えます。読者としてはドレスローザのようなウソップにしかできない技で活躍する姿が見たかったという意見も多いはずです。ワノ国では悔しい結果に終わったウソップですが、実は麦わらの一味には他にも活躍に恵まれにくいメンバーがいます。特に活躍として微妙になりがちなのは、戦闘力が特別高くなく強敵とあまり戦わないナミ、チョッパー、なぜか未だに一味感が薄いブルック、フランキーあたりでしょう。ですが彼らは一味の中ではかなり重要な役職を与えられています。特に航海士、医師、船大工はいないと致命的なレベルです。唯一音楽家だけは読者の我々にとってはピンとこないですが、ルフィはたびたび音楽家の重要性について口にしています。つまり音楽家は船長お墨付きの特別な重要役職なのです。そして先ほども言ったように、ワノ国編では彼らにしかできない活躍を見せてくれました。一方ウソップは狙撃手としての役職を担っています。ですがドレスローザ以降、狙撃手らしい活躍がほとんどなく、役職と言えるのか疑問が残ります。つまり他の役職に比べて一味の中での重要性が段違いに低いのです。またウソップはもともと船大工も兼ねていましたが、正式にフランキーが入ったことで道具の改良やメカ関係は全てフランキーが一任することに。ウソップの手先の器用さはプロの技術によって不要なものになってしまったのです。そして現在麦わらの一味は未来島エッグヘッドで世界に思いもよらぬショックを与える大事件を起こそうとしています。そんな中、久しぶりに登場したカクはルフィからウソップ扱いされ、カク自身も一瞬は受け入れていました。そして以前からウソップが活躍するであろうと予想されているエルバフにも行きそうなので、これからのウソップには期待大です。